バンドロゴトランスアトランティックはプログレッシブロック界のトッププレイヤーが結集したスーパーグループニール・モーズの4人で結成構築性を合わせ持ったインプロビゼーションを主体に対策を試行したスタイルを展開している元々はマイク・ポートの意が抱いていた構想にニール・モーズらが意気統合していったのが始まりフェイツ・ウォーニングのギタリストジム・マテオスもメンバーになる予定だったが 諸事情により不参加。その後、ロイネストルトとピート・トレワバスの参加が決定し、参加国混成のラインナップが出揃った。2000年にファーストアルバム、トランスアトランティックファーストアルバムを発表し、アメリカツアーを行う。後に、ダニエル・ギルデンドーが公式のサポートに加わった。2001年にそのライブの模様を収録した、アルバム及びビデオ、ライブインアメリカを発表。 2001年にセカンドアルバムブリッジアクロスフォーエバーを発表しツアーを行ったが2002年にモーズは所属元スポックスビアードから脱退プログレッシブロックの舞台から去ってしまったそれらの影響がありバンドの活動も停止した2014年度ツアーのサポートを務めたテッドレオナルド2009年モーズがカムバックして再集結し8年ぶりのサードアルバム 旋風を発表。翌2010年には、ライブ作品、ライブインロンドンをリリース。同年7月24日には、ロンドンでのハイボルテージフェスティバルに出演し、スティーブ・ハケットと共演した。2014年、ホースアルバム、カレードスコープ、万華鏡幻想、ライブアルバム、カライブスコープを発表。欧米ツアーを開催した後3回。メンバーはまた本業に復帰していった。 2010年のグループショット、ありがとうございます。